桜橋は、富山県富山市の中心市街地を流れる松川に、かかる橋。1935年に共用開始された。現在の橋は三代目である。富山県道22号と山停車場線の一部であり、片側一車線の車道と両端に歩道を有し、橋中央部には、富山地方鉄道富山軌道線の伏線軌道が、設置されている。 この桜橋が架かる松川の両岸一帯は桜の名所として知られ日本桜名所百選に選ばれている。また松川には松川遊覧船が運航されており桜橋の下もくぐる。1999年11月18日に富山県の橋梁としては初めて国の登録有形文化財に登録された。高アーチ橋としては全国初の登録である。また、 日本の近代土木遺産2800選に選ばれているほか、2009年には、と、山の文化財100選に選定されている。松川の前身である神通川は、明治時代、現在の市街地を蛇行しながら、富山城市の北側を流れていた。当時神通川に架かる橋は、城市西側に架かる神通橋のみで、城市東側の住民は、神通川を渡るために迂回を強いられ、 大変不便であった。そこで1901年に、東側の木町とあたご親遊閣の間に、有料教として、新橋の加強出願を申し出たが許可されず、その後の再三の申し出にも許可がおりなかった。1906年に、城市東側の桜木町にあった、富山ホテルの主人で、後の松の寿司の源の創業者、源の金一郎が、個人資材を投じることによって、 ホテル裏川からあたご新地間の新橋下教室岩の申し出がようやく許可され、長さ45件、幅10尺の無料橋が年末に竣工した。しかし神津川の洪水により4年後の1910年に流出した。この橋は1908年に富山駅がタガリ屋から現在地に移転したこともあり、神津橋より人通りが多い時もあったとされる。流出後同署には、 仮橋がしばらくかけられていたが、1913年に開催が決定した一府八県連合共進会が、堀川の現在と山泉高校が立つ地を会場として行われることとなり、富山駅と会場を結ぶ近道となる、新道建設に伴い、富山市の予算にて、新橋の仮設が決定し、橋町80県、幅19尺五寸の橋が1913年に、竣工。 7月18日に私橋式が行われた。またこの橋に併設し、同年9月1日に開業した富山電気軌道の専用橋も架けられた。しかし、翌年神通川の洪水によりまたもや流出した。橋はその後すぐに改築工事が行われ同年中に竣工している。これまで神通川は市街地を蛇行して流れているため、 洪水による氾濫を繰り返し大きな被害を出していた。そこで、富山市は、富山県に神津川の治水を生願。それにより県は1901年1月より、派生越線工事を開始、1903年5月に完成した。大正時代に入ると、川の流れは大部分が派生越線に流れ、旧川には、右岸側にわずかに流れが残るだけとなり、1921年に、 旧川を締め切り、これにより広大な廃川地となった。その後、昭和初期に、この右岸側の流れを松川と名称を変更し残す、形で、廃川地を、不岸運河建設で掘削された土砂で埋め立て、1935年に、現在地に松川に架かる永久橋として、橋中央に、富山地方鉄道土山軌道線の伏線軌道を設けた、現在の橋が架けられた。 上地式庫にヒンジアーチ式の公共で、構成のアーチ橋脚には多数のリベットが打ち付けられ、左右の橋台からヒンジで橋を支える構造が特徴の美しい橋で、同様の橋は減損するものが少ない。富山県道22号富山停車場線の幅に合わせ幅が21.9メートルで15.5メートルの橋町より広くなっており、松川とは斜めに交わって架けられている。 広幅社協である。また現在の欄干は、第二次世界大戦後に新たに取り付けられたものである。ありがとうございます。